洗濯物を干したベランダでヨガして、ジュリア・ロバーツの映画を見たら行きたくなりました。バリ島に来ています。ということで、初めてバリ島にやってきました。バリ島の犬はみんなリードをつけていない。日本のビーチハウスみたいにお店が並んでいました。バリ島の人はカップラーメンをよく食べるのかな。ビーチでヨガするのはやっぱり気持ちいい。このブランコやりたい。楽しい。めっちゃ気持ちいい。狭い道で車もバイクもいっぱい。海はめっちゃ綺麗で、サンゴに触らないように泳ぎます。動物園にもプールがあるんですね。ミーアキャット、トカゲがうろうろ、プレーリードッグかわいい、トラに餌をあげるのも初めて見ました。南の方にあるウルワツ寺院は絶景なんだけど、猿がいっぱい。断崖絶壁の上に立つ寺院に行きました。絶景という言葉がぴったり。なんと猿が人間の飲み物や携帯電話を
撮っていくので、カメラをしまいました。バリにはヒンドゥー教寺院が至る所にあります。滝もたくさんあるので、パワースポット、エネルギーをもらいます。サーフィンも有名ですね。サーフィンスクールでレッスンを受けました。バロンダンス、インドネシアバリ島で伝わる伝統的な民族舞踊。念願のビーチヨガもできて、ハッピーバケーションインバリ。Thank you for watching.